カリスマ的存在になっていくっていうカードになってるんだけど、この13の逆っていうのはやっぱりそれをよく思わない周りの人の妬み嫉妬っていうのが皆さんこんにちは、サラです。今日もリクエストいただいた木下ゆきなさんについて占っていきたいと思います。木下ゆきなさんはフジモンさんと離婚されて、で、まあね、タピオカ騒動とかがあって、しばらくなんか引退するっておっしゃってたようなんですが、 YouTube とかインスタで復帰して、で先日やっぱりこの仕事がしたいんですっていう、改めてなんか泣きながら涙の復帰宣言をされたようですね。ちょっと詳しくわからないんですけども、で木下ゆきなさんは以前ね、私今お付き合いされてるですね、きっとね、サッカー選手の三幸秀俊さんとのことを以前配信してますので、まあそれも興味がある方は概要欄にリンク貼り付けておきますので一度ご覧くださいね。で木下ゆきなさんが2度目の復帰宣言をして、まあ今後テレビには出ないっていうことをおっしゃってたみたいなんですね。で YouTube とインスタとか、まあそういう SNS で活動していくっていうようなことをおっしゃってるようですが、まあね、それに対して、まあそれだったらちょっとね、元行ってた芸能事務所に謝りに行けばとかね、まあいろんなことが言われてるみたいですね。まず木下ゆきなさんは射手座で誕生数が5。もうね、射手座で誕生数5っていうとね、もう自由を愛す冒険家なんですよね。射手座もそうだし、誕生数5もそうなんですよね。でエネルギッシュでポジティブで、いつも新しいことを求めるっていうのが射手座で、誕生数5っていうのももう自由で冒険家、情熱的、活動的、好奇心っていうね、もうどっちもがそういう質なんで、まあおそらくこの人の生き方は変わらないんじゃないかなって思いますね。って言っても私はこの人がどういう生き方をしてるかは知りませんけど、割とね、そのなんかこう週刊誌の対応とか、まあ、なんか、まあ、フジモンさんのねとの離婚の時のことも画面上だからね、本当のところはわからないけど、やっぱりちょっと自由な人なんだろうなっていうのは感じるんですね。まあ情熱的とか、まあ、リスクを持っても前に進んでいくとかね、とてもね、ポジティブなプラスの面も本当たくさんあるんですよ、射手座の方ってね、誕生数号の方もね。だから、まあ、今こうやって子供さん育てながら、やっぱり復帰しないとね、生活もあるんで、そこはね、まあね、子供のために働こうとしてるんだったらね、受け入れてあげてもいいんじゃないかなとは思うんですけどね。ただね、この人月の星座がね、牡牛座にあるんですよ。で意外とその面は人と争うことを避けようとするとかね、まあおとなしく辛抱強いとか、芸術的感覚が鋭いっていうのがね、まあ月牡牛座にある方なんですね。だからまあたまたまね、そういう質もあるはずなんだけど、まあ射手座と誕生数がどっちもね、自由な人っていうことなんで、なかなかその月のね、おとなしい面がね、見えてこないのかなっていう、そんな気はするんですけどね。まあリクエストはね、要は木下ゆきなさんが泣きながら復帰宣言をしたけれど、今後活躍できるんですかっていうね、そういうことなんですね。まあそれに関してね、まあ、芸能レポーターの人たちはね、引退と宣言したのは何だったのかとかね、まあ、昨年の突然の引退発表
そして、まあ、今回復帰したいっていうねこともそうだし、その芸能人の人って以前なんかあの小室哲哉さんも引退するって言って復帰してっていうね、まあ、芸能レポーターの人にしたらね、あの何か都合が悪いと引退するって言って、でやっぱりほとぼり冷めたらあの復帰するんかいみたいなね、まあそういう思いもあるんだろうなとは思うんですね。まあ、そう考えたらね、あの昔山口百恵さんがねマイクを置いてね引退するって言って本当にテレビに出てこないくなったっていうのはもうすごいことですね。キャンディーズもね結局ね引退しますって言ってね、あのまあ出てきてましたからね。ミキちゃんは出てこなかったかな、まあまあまあこういう話は置いといて、木下ゆきなさんが復帰して、まあ、今後活躍できるのかどうかっていうのをタロットで見ていきたいと思います。はい、見ていきます。こういう展開です。はい、木下ゆきなさんの今後の活躍、まあ、こういう展開なんですね。まあ、基本的にねこれ聖地聖地聖地でね問題ないんですよ。でまあ多分今の恋人なのかな、恋人の存在もあって過去の危機を乗り越えたっていうね、そういうカードになってるのかなって思いますね。でルマットは、まあ、新しい方向に進んでいこうとする、まあ、これからその自由にまたね旅立っていこう、まあ、進んでいくっていう、まあ、それがね芸能界復帰なのか YouTube 復帰なのか、まあ、まあ芸能界ですよね結局はね、に復帰をしようとするんだけど、まあ、13のカードが逆っていうのはね、これはねかなり周りからのね嫉妬があるのかなっていう気がしますね。まあ、このカードを見てるとね、木下ゆきなさん自身にはやっぱり力があるし、進んでいったら、まあ、仕事の上でもまたねカリスマ的存在になっていくっていうカードになってるんだけど、この13の逆っていうのはやっぱりそれをよく思わない周りの人の妬み嫉妬っていうのがあるんじゃないかなっていう気がしますね。まああのね可愛いしね、人気あるし、でまあタピオカ騒動でああいうね訴訟が起きて、まあね年上のフジモンさんと別れて、なんかやっぱりこう周りからは何なのあの子みたいに思われる面もあるんだろうなとは思いますね。だけどこの人ねやっぱり運が強いのか、まあ、持ってる力がやっぱあるのか、まあ再開して仕事ね復帰してもやっぱりカリスマ的存在になっていくと思うんですよね。だこれはもうファンの人の後押しというか、ファンがすごくなんだろう応援してるんじゃないかなって思いますね。まあ、木下ゆきなさんのファンじゃない人からするともう嫉妬の対象、妬みの対象でしかないのかなとは思うけど、まあ、今回ねリクエストはね木下ゆきなさんが活躍できるのかっていうことなので、まあ、それに関しては活躍できますっていうね、そういう展開かなって思いますね。ということで今日は木下ゆきなさんが今後活躍できるのかっていうことをタロットで占ってみました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントなど、またリクエストがあればお寄せください。